どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちら夜フォージャー使っていこうと思います。今日使うのはね、夜フォージャーのキャラではなくて武器の方を使っていこうと思います。はい、キャラはねもうこの後すぐに動画に投稿するってなんで、そちらはねぜひチェックしてほしいんですが、まずは先に武器からいきましょう。これがね、あの周回の人剣武器です。もう最強です。この武器を超える武器はもうないっていうぐらいに最強で、スキブ T 字消しを持っていて、スキルがスキル使用時このアシストが消滅する代わりに残り HP が 50% 減少が40ターンで打てます。はい、これ強すぎなんですね、マジで。スキブ T 字に 50% 確定グラビティが、50% グラビティが40ターンで打てるんですよ。そう。しかも、ま、消滅するって言ってるけど、周回においては、基本的にスキルブーストアシストって消滅しても大した問題はないので、それよりも40ターンで 50% グラビティってことが強すぎるんですね。そう。で、ま、これはコロシアム周回とかにおいてね、多分これから重宝されると思うんですが、今回はちょっとね、せっかくなんで初使用ということで、攻略で使っていこうと思います。もう安心してください。絶対にこのキャラはこれから周回で使えるので、周回運用がもう絶対なんですが、今回はあえてね、攻略で使っていこうと思います。今日使う編成、こんな感じになります。はい。ゼータガンダムと夜を合わせて使っていこうと思います。ゼータガンダムは40ターン変身のキャラなんですが、変身後ね、10強4つ無効貫冬ボイス持ってます。はい。で、まあスキルが4ターンで HP が1になる10ターンスキル使用負荷、確定 50% グラビティが4ターンで出てます。で、このゼータガンダムのグラビティはこれ確定でどんな状況からも 50% グラビティを打つことができるんですが、夜武器で 50% 削った後にゼータガンダムを打つと確定で 100% グラビティが打てるわけですね。もうぶっ壊れチート最強とまではいきませんが、まあすごく優秀ということで、今日はねゼータガンダムを使って遊んでいこうと思います。はい、ということで編成こんな感じです。はい、ちょっと一応ね現状の編成こんな感じです。ウルトナ遅延2つ、神キラー3突に、こちらマルシス武器継承で、スキブとチーム HP とツーウェイって感じです。で、覚醒無効回復アシストは後で貯めたいのでマルシスにしてあげてます。はい。で、カリドラです。冬上限解放に、こちら、光武器で火力枠にしてあげてます。いつもの火力枠。で、ゼータガンダムです。遅延4つつけてあげて、こちら、ディステル武器ですね。スキブ、L 字、クライミ2つつけてあげてます。はい。で、アレンドです。スキブに HP 強化4突。そしてこちら、大石武器継承ですね。はい。で、からのローです。スキブ、遅延2つ、スキブ潜在、そして夜武器継承です。はい。まあ、ローはね、47ターンでアシストまで溜まるので、まあ悪くはないかな、ぐらいの感じです。ウルトナです。神キラー4突に、こちら、メレーム武器継承って感じになってます。ちょっと変わった演出になってるんですが、今日はね、これを一番活かしやすいダンジョンが、6月レベル14なんですね。で、レベル14も、ボスがめっちゃ硬くて、ボスがね、確か、冴えていきましょう。1階層からです。まずはウルトナ変身していきます。はい。速攻にアレンドのスキルダメしなきゃやばいんだな、これ。ウルトナからの、あ、でも待って、カリドラのアシストが合っちゃうから、カリドラ打ってあげて、からの大石打ちます。HP 低すぎじゃない？ウルトナ序盤、マジで。これでウルトナ打ちましょう。で、殴ります。マジでウルトナ HP 低いんだよな。そっか、ゼータガンダムって回避力ないんじゃん。思い出したわ。ゼータガンダム回避力ないんや。ナイスナイス。全貫ストワンパンしていきましょう。オッケー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 。さあ、続きまして2階層です。はい、これでリダフレヘイスト上げます。オッケー。で、ここを盤面で倒しきりたいんですね。そう。なので盤面で殴っていきましょう。いきます。まあこのダメの76番面なんで、はい、76番面利用してあげて、このまま全力コンボ組んでいきましょう。16コンボです。このダメの76番面なんですよ。で、これでまず半分まで削ります。で、リダフレヘイストもらいます。うん。で、倒します。いきます。この編成もう言わずもがななんだけど、序盤マジ運ゲーなんでご了承ください。あ、メレーム撃つの忘れた。やべ、メレーム撃つの忘れた。やべやべ、死ぬかも。死んだ。気持ちで耐えろ。ドン。ナイス。メレーム、あ、まずカリドラ撃とう。まずカリドラ撃ってメレーム撃ちます。ロック解除ね。
指は 13.5 秒いけるね。これで火水光の 2A 含んであげて13コンボです。はい、 OK、 これで倒していこう。ナイス。危ない危ない。3階層です。サラスバティはリーダーのウルフデイトナ打ってあげて覚醒無効回復です。マジでゼータガンダム夜序盤むずすぎだなこれ。はい、これで覚醒無効回復してあげて、ほんでまず L 字組みましょう。水の L でいいかな。いきます。これで水エールプラス火光ウェイ組んであげて15コンボです。これでまず一発殴ってあげて、なんかだるいことしてこないでね。何もすんなよ。 OK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 。 アレンドからのウルトナ打ってワンパンしていきましょう。これはワンパンできそう。はい、これでもうとにかく 2way 含みまくってあげて、ウルトナの火力含んでワンパンしていきましょう。14コンボです。上限60億にしてあげるとウルトナ火力覚醒するので、こんな感じでワンパンできます。でここでルビドラ来い。もう完璧な流れで来い。ナイス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 。ここでルビドラで、これが2パンです。はい、ちなみにこれ2階層で乱入とか来た場合はこの編成基本積みなんで、そう、あのもうあの積みだらけですこの編成なので、まあくまでねそのダブルグラビティを使いたい編成なんで、そこはねご了承いただければなと思いますが、はい、ここもしっかり14、15、16、17打ってあげて殴りましょう。で問題はこの次の先生耐えれるかどうかなんだけど、ここは耐えれるでしょさすがに。190万ぐらいだもんね。はいはいはい。あでもこれだと耐えれそう全然、次の先生も。うん、よいしょ。さあこれで火水光の全力へ含んであげて2パンしていきます。14コンボです。これで突破していきましょう。アレンド軽減ループがねこの時点で使えてないと死んじゃうので注意です。はい、5階層でさっきね2階層で撃ったメレーム武器継続で属性急所発動してるので、このまま殴っていきます。はい、操作負荷なんてねちゃんとねアレンドが対策してくれてますから、アレンドじゃない大石武器が対策してくれてますから大丈夫です。はい、食らえません。マジで組みづらいルール。ちょ、 L 字が入らん。 L 字じゃない、斜めが入らん。はい、でまずこれで一発投げましょう。15コンボです。はい、でこれで半分ぐらいまでまあ削るかワンパンするか。ナイスワンパン、でかい。さあ皆さんお待たせいたしました。でこのようにですねボスまで来るとこの夜武器そしてゼータガンダムが溜まってるわけなんですが、さあ行きましょう。こいつの HP はね1100億あるんですが関係ありません。いきます。まずは老継承の夜武器です。スキル使用時アシスト消滅する代わりに 50% グラビティが打てます。さあ発動しましょう。まずはこれで 50%、 はい、からのゼータガンダムですね。こちらが HP1 になる10ターンスキル使用負荷 50% グラビティがありますので、はい、ちょこれ撃ちましょう。ちょ待って、お前なんか根性あんの怖いんだけど、まさか何一発殴んなきゃダメとかある？まあいいや、行きましょう。これで HP1 になる10ターンスキル使用負荷 50% グラビティで 100%。 おい待って、1100億 HP を持ってるキウリシャっていうのはワンパンするのはほぼ不可能だと思うんですが、このスキル2枚を打つことで 100% グラビティを打って倒すことができるというね、編成でした。はい、まあ動画で見てもらって分かったと思うんですけど、あの夜のこの武器とゼータガンダムの組み合わせは実用性はほぼゼロです。ないに等しいと言っていいと思います。
向こうパーティーにおいても別にゼウスバースとか使うことの方が多いし、使うことはほぼないと思いますが、ただ一個だけ明確に使い道があるとすれば、夜武器がですね、もうほんとこれからコロシアムの周回においてね、本当に破格の性能を持ってくれると思うので、そっちの路線でね、活躍してくれると思いますんで、ぜひね、そちら楽しみにしておいてください。じゃあ今回の動画終わりになります。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。まあ、基本的にね、このグラビティを使えば、どんな敵でもね、ワンパンできるので、まあ、これからね、高難易になっていけばいくほど、こいつらの活躍できる可能性っていうのは上がっていくのかなと思いました。本当に勝てないダンジョンが来た時にね、この二人っていうのはめちゃめちゃ輝くと思うんで、ぜひ持ってる人は使ってみてください。じゃあ、チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。